どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはヴィンテージソングいきます。フォークソングのすごい曲ドン、ガロの学生街の喫茶店。この名曲をこのウクレレで演奏してみましょう。この曲はなんと1972年の曲ですよ。私が生まれた年でございます。もう本当にこのあの感じ、フォークのあの感じがもうたっぷり詰まってるんで、これはリアルタイムで聴いていた皆さんから、もう今若者が聴いてもなんかすごい曲ですんでね、ぜひ取り組んでいきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はあのかっこいいダーツクダーツク、あのリズムを再現してます。かっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高だけど、やる方がもっと最高。今から音楽始められます。どんな方でも、楽器触ったことない方でも、もう不器用だなという方でも、あれよあれよと音楽、ウクレレで弾き語りができるようなプログラムが、今ご覧くださってるガズレレ YouTube にはございます。そして、もうちょっとしたらここにそれをリンク貼るんですけど、そこに行ってもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間です。皆さんここですよ。ウクレレ始めましょう。行ってらっしゃい、クリック。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、ありとあらゆる音楽ジャンルのウクレレ超簡単レッスン動画が、1400曲以上もアップロードされております。ありとあらゆるジャンルです。皆さんお好きな音楽も必ずあると思います。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは、ガロの学生街の喫茶店、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみる。1、2、3、4。喫茶店、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってます。なんというかこの物悲しい感じ、あの時代をこうね、僕もね生まれたばっかりなんでその時代体験してないですけど、映像とか見るとね、なんか すごいね躍動の時代、その中でこう歌われてた曲、歴史ある曲かなと思います。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジです。2番のねパートをまるっとこう、カットしてるんですけど、コード進行全く一緒ですので、皆さんフルでやりたい方、コード書いて、2番の歌詞を書き足すと、オリジナルの楽譜が作れますので、やってみてください。YouTube でちょっと練習できて、慣れてきたら、今度は動画とはお別れして、ご自身だけで演奏してみるときに、やっぱりね、何かを見ながら最初やることになると思うんで、この楽譜を今から皆さんシェアしようと思うんですけど、その前に、このサービス、ガズクラブ。
始まっております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の学生街の喫茶店を含むガズが今まで取りためてきた膨大なノート楽譜の中から、皆さんが毎月5曲、お好きな曲をダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございます。もう1000曲ぐらいのね、その中にありますんでね、お気に入りの曲必ずありますからゲットしてください。で、それ今ね、もうメンバー500名以上を超えてかなり盛り上がってご活用していただいてるんですけど、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているガズクラブ限定オンラインライブ配信イベントがございます。実は明日あるんですけど、1日、今回いろいろ毎回テーマを決めて、今度は90年代の J-POP 特集、これめちゃくちゃ盛り上がります。もう宿題とか課題曲決まってるんで、みんなで練習してもらって、明日14時から世界中からガチッとこう一緒になって大セッション、これめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。あとはですね、毎朝7時にガズがガズラジといってラジオ放送を毎日朝7時ですよ。ヘルシーでしょ、やってます。あとはそこの場所に行くとですね、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所が3カ所ぐらいあったり、そこではもうガズがどんな質問にも答えますよということでやってます。クラブ活動、ぜひ皆さんもガズクラブチェックしてみてください。それでは見ていきましょう。学生街の喫茶店、はい、学生街の喫茶店、これイントロなんですけど、まあ、これシンプルなんですよ。コードはね、ただちょっと初心者の人は Am とか Dm ちょっと押さえづらいかもしれないですけど、ちょっとここは頑張ってみましょう。そしてここにくるっと囲ってあるのは、下の段に囲ってあるやつはかっこいいバージョンでこの弾き方をやりますということなんで、ちょっとこの辺ね、かっこいいバージョンと簡単バージョンと違いが出てきておりますということです。はい、ちょっと見慣れないコードとしてはここに A っていうコードで、これ簡単なんで初心者版にもちょっと入ってますけども、まあ解説していきますね、ご安心ください。はい、で今さっと映しますんで、これを、まあ、一時停止メモっていただくか、動画のテロップをメモっていただくか、あるいはガズクラブでゲットもいいかなというふうに思います。はい、でここがですね、感想のところなんですけど、後で詳しく解説しますけども、ここはかっこいいバージョンではちょっとこうかっこよくやりたいなということで、ここまた本当はここに2番が入ってくるんですけど、ここをまあやりたい方はご自身で書き、オリジナルで楽譜書いてもらって、ここも最後のバースのところを繰り返して終わったというふうになっております。シンプルな曲。はい、じゃあコードの方を見ていきましょう。結構ありますね、言っていきます。 Am と F と Dm と C、E7、Em7、G7、C7 ですね。はい。で、この A っていうのは、ちょっと、入門コードのグループじゃないんで、ちょっと後で説明しますけど、これ、A を見てもらったら分かるように簡単です。まあ、ちょっとひとまずこれを忘れてもらって、今映ってるこの8個はいつも出てくる、これですね。ガズレレ必須コードという、ガズが命名している初心者さんに、一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ、ガズレレ必須コード。このメンバーなんですよ。これ覚えてください。このガズレレ必須コード覚えておいたらね、もう本当にまず基本としたら最高。10個のコードのグループです。この10個のコードのグループ、めちゃくちゃ数が分かりやすく説明している動画、ここにリンク貼っとくんで、これはね、覚えてください。だから、覚えてほしいから必須って書いてあるわけでございます。はい。そして今日、さっきから言っているこの A というコードですけど、これはですね、まあこれ見てもらって、ちょっとここに、貼ってあると思うんですけど、簡単です。押さえる場所。A7 のところと Am のところを一緒に押さえるだけだ。これですね。ここで、ちょっと明るい響きになるんで、これサビが終わった後、これでちょっと一回なんかパーッとこう、太陽がこう、光が当たってきたみたいな、そんなイメージになると、やってみるとね、A と Am の差ってすごくでかいなというふうに思うと思うんで、この辺のコードの響きもちょっと、ご体感ください。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入ってまいりましょう。かっこいいバージョンをやる前に一応いつもこのタイミングでお伝えしてるんですけど、今の4つ弾きでしっかり歌をですね、やっぱ歌えるようになって、で、歌を自分のものにしてこっち入ってくる方がいいと思うんですけど、このね、かっこいいバージョンからいきなりリズムがですね、ちょっと、こだわりたい方はこれちょっとやっぱ気になるんじゃないかなと思うんですけど、この曲ってこんな感じのイメージじゃない？ちょっと聞いてて。ダッダッダッ、このイメージ、このダッダッ、このなんか押しが強い感じというかですね、このリズムやっぱり再現したいですね。このリズムはですね、どうしても出てきちゃいます。このカッティングという技が必要になります。これはですね、このパターンだと結構初心者の方でもできるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとやってみると、 Am をドーンと弾いたら左手でちょっと弦に触れる、それだけなんですよ。右手で止めてない音を左手でタッチして弦を触れて音を止めてる。その止めてる時にカチャッとか入れてもかっこいいと思うんですよね。こんなにカチャを大げさにやらなくてもいいけど、ちょっとタイミングを測るために軽くかかって入っててもいいと思うんですけど、とにかくこのカッティングという技、あとは途中のあの時の歌は聞こえない、この辺とか、君とのところら辺の後半の最後のところでは8ビートのチャットリズムを使っていけたりも、8ビートのチャットのは、の時の歌は聞こえない、こんな感じでなると思うんですけど、最後のところでも君
すごいゆっくりですけど、この8ビートのチャ、いいかなというふうに思います。この2つの弾き方、ここのリンク先行ってください。ここで濃厚に、それぞれの弾き方、動画で解説してますんで、そこで、弾き方をマスターしていきましょう。カッティングはちょっとね、ノートレ予想でやるとすごく面白いんで、ぜひチャレンジしてもらいたいですよ。今日のこの感じだと結構カッティングは比較的、簡単じゃないかなと思います。8ビートのチャーは一応このリズムストロークの一応基本パターンの1個なんで、まずこれやったことない方はその動画内でも言ってますけど、8ビートという基本リズムからやってもらうのがいいと思います。はい。リズムがね、こう加わるとガッとこう、その曲の存在感が高まるんでやってみましょう。そしてあと曲の中で、さっきも言ったんですけど、初心者バージョンではこの Am だったところ、この4つ入ってね、Am、E7、Am、Am。こんな感じでよ、コード入ってくるところがあるんで、ご注意くださいと。で、ここの流れで今見せていくんですけど、ここのところちょっと、あ、これテロップに移しとこうかな。ここのところはね、B メロっていうかサビというのかな。あの時の歌は聞こえないというところなんですけど、ちょっとここ演奏してますね。の時の歌は聞こえない。ツタン。今の。D マイナー、D マイナー、C、C7。C から C7 行くときに、ここ決めなんですよ。ここもう一回ね。の時の歌聞こえない。てからアップで C7、まあ、シンコペーションですね。これで次のところ人の姿も変わったよ。ここも G7 から E7 に行くときにダンダンツタン。はい、ここがねかっこいい。ここだけちょっと16ビートの要素が出てくるところが渋いなと思います。変わったよ。その次時はってこういうの伸ばして、ここが、キーポイントになるところかなと思います。それとキーポイントといえば、一回その後君とのところで仮想が入るんですけど、この仮想のところがですねものすごいインパクトあるんですよね。こうです、かっこいいバージョンのアレンジはこんな感じです。Em7 Em7 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 Em7
ここね、結構なインパクトありますよね、なんか。はい。ここもこんな感じでちょっと16ビートの要素が入ってくるフレーズなんですけど、入れてみます。そういうわけで、シンプルな中にも、ちょっとたまに16ビートの要素が入ってきたりとかして、何気に盛りだくさんなんですけど、やっぱりテーマは、ダッ、ダッ、ダッ、あそこの感じですよね。やっぱりこう、ちょっと落ち着いてる。早くどんどんなっちゃいがちですけど、十分に溜めながらやるっていうのがいいと思います。そしてやっぱ歌詞をね、読んでもらうと、あの時代の時代感がすごくわかるなとか、その喫茶店だったり片隅でボブ・デュランとか、当時のそのね、まあ喫茶店のムードっていうのはこう伝わると思うんですけど、まあ僕も体験したことないんですけど、なんかドラマとか映画でね、そういうシーンをこう思い浮かべて、なんかね、古き良き時代みんなこうなんかベルボトムとか履いてるのかなとか、そんなものを思いながら、歌ってみるのがいいんじゃないかと思います。ではやってみましょう。ガロの学生街の喫茶店ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 君とよくこの店に来たのさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。学生で賑やかなこの片隅で聞いていた僕じゃ、あの時の歌は聞こえない、人の姿も変わったよ、時は流れた。知らないで、さよならも言わないで別れたよ。君と知らないで、さよならも言わないで別れたよ。君と
喫茶店ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうなんかもう抜群のあの時代感が出てますよね。なんかあの YouTube でそのガロさんのあのビデオとか見るとなんかすごいパワフルですよ。やっぱりぜひね、そういうのもこう見ながらあのやっぱり、ね、こう時代っていうのをねこう感じながら演奏するのはこの曲はすごく素敵だなというふうに思いました。皆さん大いに歌っていってください。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、ぜひ今度は周りの方にもお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルもご活用していただけると嬉しく思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつも使っているガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズとかいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、このフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここで、ホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方にはね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっとあの途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上の、ね、メンバーでもほんとに楽しんで毎朝あの僕がラジオ配信したりしてるんですけど、あのこのねアプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これあの、ウクレレコンサートサイズが入るリュックサック、リュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチがこれ、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなあのついて、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、あのスーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるというと、あ、この水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これこのリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいあのミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあってっていう音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。ここに集まる